京城沖庭橋は、大阪府大阪市の道頓堀川に架かる人道橋である。大阪市何枠港町一丁目と、西区南堀港一丁目を結ぶ。北岸は若者向けの店舗が並ぶ堀江、南岸は複合施設港町リバープレイスや JR 南馬駅、大阪シティエアターミナルがある。デザインコンペにより採用された浮かぶ原っぱをコンセプトに設計されており、両岸の死闘から、 ケーブルワイヤーで鋼床板を釣る構造になっている。橋上は芝生や植栽、橋桁は下にて緑化され、通行だけでなく憩いの場としても用いられている。北岸の首都付近は中野島に藩の規模に見合わない、強小な蔵屋敷しか持っていなかった加賀藩が1870年に入り堀を備えた約5000坪の蔵屋敷を新設した場所にあたる。 倉屋式跡には1882年に大阪府会議児童が置かれたが1892年に消失移転し1902年に跡地を住友倉庫が取得した。その関係で東橋の建設費の一部には北岸の商業施設キャナルテラス堀江の事業主体である住友倉庫から大阪市への寄付金が充てられている。南岸の首都付近は かつての桜川分岐点にあたる、ありがとうございます。